ジョン・ベル・ハッチャーは収集王として知られるアメリカの古生物学者である。トロサウルスやトリケラトプスの発見によって有名である。この二族はオスニエル・チャールズ・マーシュによって記載された。彼はアメリカ科学界の新しい専門的な中産階級の一員であり、自分の労働力で学費をまかないながら年配の化石収集家よりも高い教育を受けていた。このように彼は 長い生産的なキャリアの中で独特な課題に取り組んでいた。ハッチャーは1861年10月11日、イリノイ州クーパーズタウンクーパーズタウンで、B. ハッチャーとマーガレットコロンビア・オニールの間に生まれた。ハッチャーが若かった頃、農夫で教師だった彼の父は、アイオワ州のクーパー・クーパーへ移住した。ハッチャーは、父と地元の学校から初等教育を受けた。 彼は学費を稼ぐために炭鉱夫として働きながら古代の生物の化石を発掘している時に初めて古生物学と地質学に興味を持った。彼は1880年から1881年にグリネル大学で学んだ。そして1882年にイェール大学のシェフィールド科学校へ移った。その理由の一つは地質学の権威ジェームズ・ドワイト・ダナをはじめとする。 尊敬される教授人のためであった。地質学、鉱物学、動物学、及び植物学の教育を受けた後、1884年に卒業論文オンザ・ジーナス・オブ・マシーズ・カリレット・コノミートリウムを発表し、ハッチャーはシェフィールドの哲学学士となった。卒業前には炭鉱で採集した炭素質化石を夜勤学の教授でありシェフィールド科学学校の所長でも、 あるジョージ・ジャービス・ブラッシュに見せた。ブラッシュはハッチャーを古生物学者のオスニエル・マーシュに紹介した。1893年、マーシュの推薦場で、プリンストン大学とフィラデルフィア科学アカデミーからのオファーを受けた後、彼は、ウィリアム・ベリーマン、スコットの下プリンストン大学で、エリザベス・マーシュ基質考古学博物館の、脊椎動物古生物学の学芸員として、 また地質学の助手として7年間勤務した。フィールドシーズン中に探検隊を指揮し、地質学、個生物学、フィールド技術の学生を指導した。イエール大学在学中にはすでにコレクションに関連した2つの出版物を執筆していたが、プリンストン大学在学中の1893年から1896年の間に11の出版物を執筆し、 所蔵物を使って研究し、その成果について記載したいという望みの一つを達成した。1896年、ハッチャーは、パタゴニアへの3回の遠征のために、JP アポントモーガンからの資金提供を受けて、遠征の成果を出版することを計画し、その資金の大部分を確保した。1896年の探検では、アメリカ自然史博物館のヘンリー・フェアフィールド、 オズボーンからのマーシュに対する不信により、同館から派遣された義兄のオラフ A.P. イ・ピーターソンが参加していた。1897年の2回目の遠征では、白星史コールドバームが、3回目の遠征では、アメリカ自然史博物館の若きバーナム・ブラウンが、ハッチャーに同行した。この遠征は、プリンストン・ユニバーシティ・エクスペディションズ・ツーパタゴニア、 1896-1899に記録されている。パタゴニアとオーストラリアの動植物化石が類似していることから、ハッチャーはこの二つがかつて陸続きであったと結論づけた。1899年にプリンストン大学を辞職し、1900年にその職を知り添いた。化石収集に情熱を燃やしていたハッチャーは、1884年にマーシュに 月50ドルの初任給で雇われた。彼の最初の任務は、チャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグの監督の下で、カンザス州ロングアイランドにある、ロングアイランド再々石場と呼ばれる場所からの標本収集だった。マーシュから正式な教育と訓練を受けたハッチャーは、慎重な作業者であることを証明し、他の採集者よりも少ないダメージで化石を発掘することに長けていた。ハッチャーは、 このクオリーでの発掘方法に基づいて発掘現場の上に番号のついた正方形のグリッドシステムを置くことを発明した最初の人物でありこのグリッドマップを使って標本が発掘された場所から正確な位置を記録しているこの種の地図システムはタフォノミーの基礎と考えられているロングアイランド再採石場では様々な発掘調査によって現在 テレオケラスとして知られている化石哺乳類をはじめとする多くの標本が発見された。ハッチャーは1893年までマーシュの下で働き、西部の各州で化石の発掘調査で成果を上げた。1889年にはワイオミング州ラスクの近くでトロサウルスの最初の化石を発掘した。ハッチャーは最終的にイエール大学に不満を抱いた。 その理由の一つは、マーシュがハッチャーに出版することを認めず、手柄を自分のものにしていたことが挙げられる。ハッチャーは、マーシュとの手紙の中で、イエール大学科学習国地質学調査所のいずれかに定職を与えられなかったこと、及びコレクションの研究のために休みなくフィールドワークを続けていたことを他の仕事を探していた理由として挙げている。1890年、ハッチャーは、 プリンストン大学のウィリアム・ベリー・マン・スコットに仕事を依頼したが、資金繰りの問題で成功しなかった。その後、ヘンリー・フェア・フィールド・オズボーンとアメリカ自然史博物館の職について交渉したものの、最終的にはマーシュと契約を結び、1891年から1896年まで、イエール・ピー・ボディ自然史博物館で、地質学の助手として働くことになった。 この際、フィールドに出ていない時は所蔵品を研究する理由が認められた。しかし、1892年には、合衆国地質学調査所の資金が議会によって大幅に削減され、マーシュはハッチャーに発掘の報酬を支払うことができなくなってしまった。交渉の末、契約は1893年初旬に終了した。ハッチャーが手掛けたザ・ケラトプシアに掲載された。 チャールズ・ナイトによるトリケラトップスの生態を復元図。1900年代初頭、ダナ・マーシュ・スコット・イエール大学館長のティモシード・ドワイトの推薦により、ハッチャーは、カーネギー自然史博物館の古生物学と骨学のキュレーターとして、ウィリアム・ジェイコブ・ホーランドに採用された、ジェイコブ・ローソン・ウォートマンの公認として、ハッチャーは、ウィリアム・ハーロー・リードを監督し、 チャールズ・ホイット・ニー・ギルモアを雇った。野外調査や発掘調査の監督に加えて、スコットランド系アメリカ人の実業家、アンドリュー・カーネギーにちなんでハッチャーが命名したリプロドクス・カルネギーの科学的な調査と展示を担当した。1907年に完成したディッピーの骨格復元模型は、イギリス、ドイツ、フランス、オーストリア、イタリア、ロシア、スペイン、 アルゼンチン、メキシコの博物館へ送られた。この発見に関するハッチャーのモノグラフは、1901年に、ディプロドクス・マーシュ、イッツ・オステオロジー、タクソノミー、アンド・プロバブル・ハビッツ、ウィズ・エイレストレーション・オブ・ザ・スケルトンとして出版された。オズボーンはハッチャーに、マーシュの公認の合衆告知質学調査所の、古生物学者として、数年前に亡くなる前に、マーシュが執筆を始めた。 ツノ流類のモノグラフを完成させてほしいと提案した。ハッチャーは同意したが、彼も出版前に命を落とした。その仕事は最終的にリチャード・スワンルルによって1907年に遂行された。ハッチャーには6人の兄弟と4人の姉妹がいた。生涯にわたってハッチャーは疾患に悩まされていた。生前にリウマチと診断されていたものは、今では 子孫の間では一型骨形成不全症と考えられている。1887年、ハッチャーはアンナ・マティルガ・ピーターソンと結婚した。彼らは七人の子を授かった。そのうち三人は成人する前に亡くなった。ハッチャーはチョーチフスによってピッツバーグで亡くなった。彼はピッツバーグのホームウッド墓地に埋葬されている。十一年間、彼の墓には、 文字が刻まれていなかった。しかし、1995年にピッツバーグで開催された古籍粒動物学会の年次総会で何人かの会員が彼の名前と娘のルースの名前、そしてサンドブラストされたトロサウルスのイメージが刻まれた墓石を購入した。ハッチャーは南米のトカゲの一種、リオラエムスハッチェリよびケラトプス類の一種、ネドケラトプスハッチェリに懸命されている。 2001年には、ハッチャーが指揮を取った発掘調査で発見されたトリケラトプスに、ハッチャーという愛称が名付けられた。ありがとうございます。